カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を試行中で、対迎型潜水艦を念頭に入れているとの情報をキャッチしました。今回は、カナダが日本の対迎型潜水艦注目、攻撃型潜水艦現地建造で、防衛省は落選かを詳しく見ていきます。やはり、日本の潜水艦は現地建造に弱く、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯がありますよね。フランスに横取りされたんですが、そのフランスはアメリカとイギリスに原子力潜水艦建造で取られました。もたもたしていたからだよ。日本における防衛力の用途位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、衆目の一致する見解とみて間違いないだろう。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、古い方から、順に親潮型8隻、双竜型12隻、対迎型2隻で、この22隻体制を構築しており、これに加えて、親潮型2隻を練習潜水艦として保有、運用している。日本の海上自衛隊では、現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が、各年で、新造の潜水艦を供給しており、これにより、その建造能力やインフラの保持も確保されている。言うまでもなく、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ、すべてが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器を重兵装としている。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で、最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦うずしおであり、今年で25年目の慣例に止められている。海上自衛隊の潜水艦は、そのすべてが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成は、ほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に、大きく3種類に分けることができる状態である。まず、最古参の親潮型は、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上、海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成である。続く、双竜型は、1番、双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備えるディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進を実現している。そして、双竜型の11番艦、王竜、12番艦、東竜、そして現在最新鋭の対迎型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用している。双竜型の11番艦、王竜以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びている。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非待機依存推進を採用することがマストであった感が強かったが、双竜型の11番艦、王竜の就役以後、その認識に変化が生じているようにも感じられる。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて、一時期は、双竜型を、オーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったが、成就はしなかった。この時、オーストラリアは、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたが、ご存知のように、それは、イギリス・アメリカとの新たな軍事同盟、オーカスの締結によって撤回された。オーストラリアは、このオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、
まず5隻程度調達し、以後は、イギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦、オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っている。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は、日本を含め、今後は、一気に原子力推進に傾くとの見方も一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば、通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存している。具体的には、昨年2023年の段階で、通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジアではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられる。そして、北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい。いわば大陸国が、主として費用対効果に優れる通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見える。インドの場合は、広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備、警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は、中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられる。翻って、カナダは、その地理的な位置から、西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているが、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだ。現在のカナダは、かつて、1980年代に、イギリス海海軍が、自軍内で、最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けて、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用している。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり、主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦である。同艦は、イギリス海軍においては、1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役。カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行った。現ビクトリア級潜水艦は、イギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だが、兵装は、カナダ海軍では、対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されている。こうした兵装の省略からも、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点では、イギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいる。そのため、カナダの国防省は、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は、2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めている。このカナダ国防省の CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国を、ヨーロッパではフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしている。まず、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げている。その上で、現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では、最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆している。
すでに、報道によれば CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われている。先に挙げた潜水艦の使用、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応という4点を見る限りにおいては、日本の対艇型は、すべて要件に合致するとの見方も出ている。しかし、カナダ側が、多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなる。防衛省が本腰で開発している次世代レールガン開発に、2024年度の予算が236億円閣議決定との情報をキャッチしました。今回は、世界が羨む日本次世代レールガン開発に、2024年度236億円閣議決定を詳しく見ていきます。極、厚鉄板貫通で開発加速、120連射にも次はトライしていきますね。もはや中国はやめてくれの中国民の声が聞こえてきますね。レールガン開発はアメリカでも中止された非常に難しい開発になっています。AI レールガン開発かな。昨年暮れの2023年12月22日に日本の岸田内閣は今年度である2024年度分の防衛予算案の閣議決定を行い、その額は総額で7兆9496億円と過去の最高額を更新し、今の日本が置かれた安全保障環境の厳しさを如実に示すものとなっている。2024年度の防衛予算案の中でも注目されている使途としては、敵の防空ミサイルの射程圏外から攻撃を行うことが可能なスタンドオフ能力の強化が大きいと思われるが、これも時代の流れを反映したものと言えるだろう。スタンドオフ能力を実現する兵器としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の一二式地対艦誘導弾等の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾などのミサイルの開発と調達に力点が置かれている。トマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに、当初の予定の2026年度よりも1年間配備期間を前倒しして、2025年度分からの調達を目指す方向となっており、ここらかも、喫緊の事態であることが伺える。これらトマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに対地攻撃とともに、対艦攻撃にも使用可能な兵装であり、南西諸島方面における中国軍への対応を念頭に置いたものであることは間違いない。これらのいわゆるスタンドオフ能力を備えたミサイルは、軒並み 900km や 1500km といった従来の兵装の射程距離を大幅に延伸するものとなっており、敵の防空ミサイルの性能の向上に対抗するものだ。従来の日本の陸上自衛隊が装備している一二式地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱。海上自衛隊の艦艇が搭載するハープーン対艦ミサイルはおよそ 250km 弱の射程距離であり、これを大きく上回るものとなる。こうした物理的なミサイルの長射程化は、今後もますます進むものと考えられるが、今回の2024年度の防衛予算案の中には、こうした通常兵器の進化版以外にも、将来に向けた新しい兵装の開発予算も盛り込まれている。
そうした将来に向けた新しい兵装の開発予算の中で筆頭に挙げられるのはレールガンであり、従来の火砲と異なり、電磁気力を用いて弾丸を発射するもので、今回の204年度の防衛予算案の中では、236億円の研究開発費が投じられる。これまでに、日本では、陸上に設置した、全長約6メートル、重量約8トン、口径40ミリメートルのレールガンの試作と試射実験を行っており、単発ながら、銃口初速は、秒速で 2000km 超、反復発射を成功させてきた経緯がある。レールガンを実用的な兵器とする観点からは、連続発射は欠かせない要件となるが、これまでの試験では、単発での反復使用とはいえ、課題とされていた発射用レールの損耗が抑えられ、実用化に向けた成果として評価されていた。その試験では、単発発射ながらも、120発の反復射撃が可能なことが確認されたといい、レール素材の耐久性が保持されていると報告されており、今後のレールガンの実用化に向けて大きく前進していると捉える向きが多かった。こうした動きの延長線上で、2023年10月には、防衛装備庁は海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカに試験用のレールガンを搭載して、世界で初となる洋上でのその試射に成功したことを公表、大きな話題となった。試験艦アスカに搭載されたレールガンの使用は、大きさや口径を含めて未公表ではあるものの、動画で発射時の映像が公開されており、やはり、重高初速で、秒速で 2000km を超過し、射程距離もおよそ 200km に及ぶと説明されている。さらに、このアスカの試験におけるレールガンは、発射速度も毎分10発以上であると言われており、これが事実であるとするならば、かなり今後の実用化に向けて大きな一歩となる可能性があると考えられている。この試験艦アスカにおける日本のレールガンの開発が大きな注目を集めた要因は、かつてはその開発で先行していたとおぼしきアメリカが、日本よりもはるかに大口径長射程であったその開発を中止していることが挙げられるだろう。アメリカ海軍では、最終的に、重高初速で秒速 2500km 以上、重量で 15.0kg の銃弾を、およそ 370km の射程で発射可能なレールガンの開発を行うことを目標に、2005年から、その研究を開始していた。このアメリカ海軍によるレールガンの開発には、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社が試作を担当し、合計で 90mm。重量 10.4kg の銃弾を、重高初速で、秒速 2700km 以上で発射することに、2010年末に成功している。この成果は、前述したアメリカ海軍が描く最終的な数値目標の達成にかなり近似値であると見さされていたが、この間にも最大の仮想敵国である中国等が開発を進めているとされる、極超音速兵器に対しては優位性が損なわれたと見された。そのため、アメリカ海軍としては、仮に、使用通りのレールガンが完成したとしても、有用な兵器足りえないという判断を下したものと思われ、既存の VLS、垂直発射艦から、運用可能な迎撃ミサイルの開発に注力するのだと解釈されている。アメリカ海軍が開発を進めていたレールガンも、その銃弾自体の弾頭重量は、15.0kg と、決して大きなものではなく、切れ、故に高速度で打ち出すことが可能となったと思われるが、その大きさで、精密な誘導装置を組み込むことは困難なのだろう。現在の兵器としては、精密誘導による精緻な命中精度を確保することは必須の条件だといえ、レールガンの実用化にこぎつけたとしても、その点で、有用な兵器とならないであろうと判断されたことは想像に難くない。そのレールガンが抱える課題はアメリカ海軍に止まらず、日本でも同様であると思われるため、それを押しても実用化することに利点があると防衛装備庁が判断していることに、今後はますます注目が集まるだろう。日本の防衛装備庁は、レールガンの研究から火砲を変える電気の力からという資料内において、
その将来的な使用用途を一極超音速兵器に対する迎撃、未完艇及び地上目標への攻撃であると説明している。一極超音速兵器に対する迎撃について、防衛装備庁は、その資料内では、艦艇にレールガンを搭載し、その破壊力によって、極超音速兵器を迎撃する多層的な防空兵器と位置づけており、イラストでは、対空ミサイルよりさらに近い距離での使用を基としているように見える。また、二艦艇及び地上目標への攻撃については、艦艇への搭載及び陸上に配置したレールガンによって、その高速度を生かし、迎撃の困難な銃弾を発射し、敵の艦艇を貫き通して破壊することを想定していると思われる。これは、具体的には、資料のイラストを見る限り、日本に接近する中国海軍の艦艇を攻撃する一手段として想定していると見され、敵の領域に侵入していくことを前提としているアメリカ海軍の運用とは異なる、まさに防御兵器を施行しているのだろう。また、今回の2024年度の防衛予算案の中には、高出力なレーザー兵器の研究に31億円、高出力マイクロ波兵器の研究に26億円が投じられることが盛り込まれており、主として、無人航空機等のソフトキル兵器を想定していると見される。今年2024年で丸2年を終えようとしているロシア・ウクライナ戦争においても、ロシアの自爆攻撃を行う無人航空機に対しては、迎撃コストの低さから、従来の機関砲が見直されているが、レーザー兵器や高出力マイクロ波兵器は、その上位互換だと思える。防衛省は、2023年度の補正予算案に8130億円を計上しました。その大半は、鹿児島県馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる計画であるという情報が入ってきたので、今回は、この馬毛島の現状について見ていきたいと思います。馬毛島の整備費は、間もなく1兆円に達しようとしているそうです。そうなると、馬毛島の購入代金160億円はなんだか安かったと感じてしまいますね。前述の通り、防衛省は2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円の巨額を計上したと発表しました。鹿児島県西之表市馬毛島へアメリカ軍機訓練を移転するのに伴う自衛隊基地整備経費分として、歳出ベースで2684億円を充当、係留施設や滑走路などの整備のスピードアップを図る見込みです。馬毛島の位置ですが、ロケット発射基地として、有名な種子島の西 12km にあります。住民登録されているのですが、実質的には無人島ですし、用地買収問題などもあったので、ご存知の方もいらっしゃるでしょうね。アメリカ軍再編関連予算は3169億円ですが、馬毛島整備経費は、その大部分を占めています。契約ベースでは839億円、環境調査や詳細検討なども含めた12年度からの予算をずっと積み上げていくと、合計8519億円にも達したのです。24年度予算では、より、一層の上積みが予想されますから、1兆円が、すぐ間近にまで迫ってきているのです。同省によると、工事の進捗に応じて、年度内の支出分が増えただけでなく、人件費や資材単価の高騰で、当初予算の見込みより、経費が増えたということです。工事が順調に進んだため、経費が増えたということでしょうか。物価高は、この工事に限らず、
どこでも同じですけど。24年度予算概算要求では、馬毛島内で、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B 訓練施設の整備を進めるための予算として、約64億円も計上しています。自衛隊の基地は都市近郊にも多く、当然、その周辺には人家も多いので、どちらが先かという問題は無視できません。騒音被害や基地活動と周辺市街地の生活が交差して、双方にストレスやトラブルが生じることになり、機能不全問題が増えつつある状況は知られていますね。そういった状態では、馬毛島のような無人島を活用したり、基地の再配置を検討したり、防衛基地の在り方を根本的に見直す事例になるのではと考える向きもいるようですね。日本の場合は、列車や自動車で移動しても、町や人家が途切れることは大抵ありません。よほどの僻地や山奥でなければ、人間の生活域となっているのです。余談ですが、それが、ここ数年の熊の行動範囲拡大の一因とも見られていますね。でも、一番は、日本の面積の狭さが、様々な点でネックになることが多いようです。国家の公共福祉や防衛政策であっても、国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然です。国民の命と生活を守ることが国防ですよね。しっかりとした対策と保障を行うことが政府の責任なのは言うまでもないでしょう。離れ島、無人島を活用して、広大な EEZ、排他的経済水域を保守管理し、国土防衛も兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るとはいえ、解決のアイデアや対応技術力はいろいろとあるのではないでしょうか。いずれにしても、国土防衛の前線基地はどうしても必要なのだという意見も多々あります。沖縄県、鹿児島県近海では、10月から11月にかけて、いつにも増して、中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しました。またですか、といった感じですが。中国艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が、沖縄本島と宮古島の間の海域を航行しました。1ヶ月後の11月1日には、同じ海域を、駆逐艦1隻が航行。翌11月2日には、フリゲート艦2隻が、鹿児島県奄美大島沖を航行したということです。一方、航空機の飛来回数は100回以上です。様々な種類の航空機を飛ばしたようですよ。こういった活動は一つとして、日本領空や領海を侵犯したものではありません。しかし、中国が軍事力増強を背景に、日本の周辺海域で活発に活動していることは、厳しい現実として認めなければならないでしょう。中国艦船、航空機が、日本の周辺海域で盛んに活動する可能性は、残念ながらこれからも高いと思われます。中国は、アメリカとの軍事バランスを気にかけているので、これからもアメリカへの入り口ともいえる太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できます。防衛省や政府の動きを見ていると、新型 FFM 多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する計画など、驚くスピードで防衛強化に走っていると感じます。なぜこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどという疑問が浮かんでくるのは筆者だけではありませんよね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI の発表によれば、日本最大級の軍艦が2024年、F-35B ライトニングに戦闘機を運用するための一連のテストを受けるため、アメリカ東海岸に来航すると述べました。USNI が言う日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことです。軍艦と言い切ってくれていますが、日本としての反応はどうだったのでしょう？軍艦というものは持っていないことになっているんですけどね。出雲型護衛艦は、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板の形を改造し、必要な改修が行われた状態で、試験航海などを行っているということです。日本側の視察団は、10月末に、
アメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズ上で F-35B 戦闘機の運用試験を視察したそうです。ちなみに、遊翼とは、艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えるという意味ですから、イギリス皇太子の冠をかぶったこの艦は、ただのんびり航行していたのではなく、仕事をしていたんですね。日本政府並びに防衛省は、2013年、平成25年以降、海地が保有している出雲、片護衛艦2隻の空母化を進め、同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているそうです。2023年現在、F-35B の購入数として42機程度が予定されています。合わせて、運用の飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県ニュータバル基地に配置することも明らかにしています。前述の空母プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているそうです。出雲・片護衛艦でも同じようなテストを実施するかもしれないとも見られているようです。現状、空母加賀は造艦上の各種検査をしていますが、最終的に電子機器テストが終わるとアメリカへ向かうことになるはずです。日本が空母2隻を数年ほどの短い期間、あっという間に改造した能力には世界各国も驚いていると思われます。何と言っても、艦艇建造や改修工事の期間が平均的工期と比べるとずっと短いのです。日本の技術力の高さの証明でしょう。まさか、下請けに無理を強いて納期を短縮させたというブラック事情ではないことを祈りますが。そういえば、この2隻が揃って艦艦式に並んでいるところを想像しただけでも、ワクワクするという意見があるようです。そういった人たちの感覚では、加賀も伊豆、モモ空母としては中途半端と思えるのだそうです。具体的には、戦闘機が着艦できるスペースが非常に狭いとか、船体サイズの割に、戦闘機の格納数が少ないとかの不満があるということです。今後空母を建造するなら、こういった不備はなくしてほしいと絶望しているそうですよ。